東京電力の旧経営陣をめぐる刑事裁判の被告人質問で福島第一原発の事故が起きたことについて東京電力の元副社長は誰も予測できない地震や津波で対処できなかったと主張しました元副社長の竹黒一郎被告ら3人は福島第一原発の事故をめぐって福島県大熊町の双葉病院の入院患者や介護施設の入所者らに 避難を余儀なくさせ、44人を死亡させるなどした罪に問われています。昨日行われた被告人質問で、竹黒被告は、警察官役の弁護士から、事故が起き、強制起訴されたことへの認識について聞かれ、誰も予測できない巨大地震と津波で対処できるものではなかったと主張しました。また、どうすれば防ぐことができたかという質問に対しては、 曖昧なこと不確実なことに答えるのは難しい。できる限りのことはしてきたと述べ、事故の責任についての言及を避けました。